皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は伊勢物語の第110弾「玉結び」です。今日はここからです。それではいつものように拡大して読んでいきましょう。まずこれは「昔」という漢字を崩したものです。次は「おいて」という漢字を崩したもので「お」と読みます。 これは、のぼるという漢字を崩したもので、とと読みます。次は、こ。これは、み。次は、そ。次は、かのうのかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、に。 これは可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。ここはよです。次はふ。これは女という漢字を崩したものです。次は安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので「あ」と読みます。 次は、里という漢字を崩したもので、里と読みます。次は、介護の会という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、里。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。昔、男。 みそかに通う女ありけり昔男がこっそりと通う女があったとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは素です次はれ次はか これは、も。次は、と。このような形をしたものは、与えるという漢字を崩したもので、よと読みます。次は、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。次は、こ。 これは、よです。次はひ。これは夢という漢字を崩したものです次は耳という漢字を崩したものでにと読みます次はなこれはん 次は、見るという漢字を崩したものです。次は、え。これは、たもうという漢字を崩したものです。次は、ひ。次は、生徒のとという漢字を崩したもので、つと読みます。 これはるです。次はと。これはい。そしてへ。次は利益のりという漢字を崩したもので、りと読みます。次は介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。 次は、れいという漢字を崩したもので、れと読みます。これは、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、男とという漢字を崩したものです。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。それがもとより、 こよい夢になん見えた舞いつる。と言えりければ、男。その女のところから、こよいお姿が私の夢に見えました。と言ってきたので、男は読んだ。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれは思うという漢字を崩したものです。次は非。これはあです。次はま。そして利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。次は出るという漢字を崩したものです。 次はにという漢字を崩したものでにと読みます次はしこれはたまという漢字を崩したものです次はのこれはあです 次は、流れるという漢字を崩したもので、ると読みます。次は、な。これは、らです。次は、ん。次は、夜という漢字を崩したものです。次は、ふ。 これはか次はくこれはさんという漢字を崩したものでみと読みます次はえこれははちという漢字を崩したものではと読みます次はた これはまです。次はむ。次は須藤さんの「す」という漢字を崩したもので、す」と読みます。次はひ。これはせ。そして、与えるという漢字を崩したもので、 と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。思いあまり、いでにしたまのあるならん。よ深く見えば、たま結びせよ。あなたを思うあまり、私から抜け出た魂があるのでしょう。世がふけて、また夢に見えたなら、 玉結びのまじないをしてくださいとなります今日はここまでですそれでは皆さんまたお会いしましょうごきげんようさようなら